タバコ店における広告ドイツにおける喫煙はヨーロッパ諸国の中で最も喫煙率の高い国の一つである。ドイツの喫煙禁止の様々な論争が継続中である。成人における喫煙率 OECD 各国の成人喫煙率ベルリンでは禁煙法が2007年1月1日に発効した。連邦憲法裁判所はその法律を7月末に 最低し、小規模なバーは隔離された喫煙場所を供給できないので、その法律では不利な立場にあるという決定をした。議会はもはや2009年の終わりまでに新法を提出しなければならない。その過渡期にあって、バーでの喫煙は一定の条件の下で許可されている。加えて、そのバーは食事を提供できない、未成年者の入店を許可できない。 またそのバーが喫煙者用である旨を掲示して知らせなければならない。実際に喫煙禁止は通常カフェ、映画館、レストランで見られるが、バーでは見られない。クラブとディスコは表向きには隔離された喫煙室がなければならないが、当局が午後10時過ぎには働かないので、これらの法律は執行されていない。2007年8月に、 バーデンビュルテンベルク州とニーダーザクセン州は、レストラン、バー、クラブの喫煙を禁止した。2007年10月に、ヘッセン州も、また同様の規制の法律を通過させた。他のほとんどのドイツの州は2008年1月に、追従したが、これらの禁止の多くはまだ喚起される、隔離室での喫煙を許可している。いくつかの州では、 ノルトベストファーレン州がその一つであるが延期され、その禁止の負荷は2008年7月1日まで延長された。しかしながらそれ以後、多くのバーは喫煙、クラブを作る試みをし、それによりメンバーは登録し、喫煙が許可される。この戦術が長期に成功するかどうかは、まだ分かっていない。バイエルニ州は、 最も厳格な非喫煙者規則を設けようとしたが、プライベートクラブでの喫煙を許可する抜け穴があり、また何千ものバーが、プライベートクラブへ次々に変わりその法律を無効に、した。それにもかかわらず、その新規則に対する不満は長期間の第一党、シエシウの2008年選挙の残念な結果に、転嫁された。これを口実に利用し、バーと、 レストランでのより多くの喫煙を許可する新規則が提出された。しかしながら、野党と NGO による住民投票の要求は、バイエルン州の住民投票手続きの着手に必要な署名を集めることに成功した。この手続きは3段階で構成する。街中での個人的な署名集め、役所での公式の署名集め、 最終的にその住民投票は正当になった。その住民投票は以前の抜け穴なしですべてのバーとレストランでの喫煙禁止を要求した。7月4日に住民投票が開催され61%の過半数39%で通過した。2010年8月1日からすべての抜け穴は閉じられ理論上。 すべての屋内での禁煙がなされるべきということになった。以前の法律執行の欠陥はしかしながら、禁煙バーとレストランがまだ州で完全な普及をしていない可能性があることを示している。ザールラント州での2009年の選挙後、緑の党は双方の可能な連立に不可欠になった。緑の党はべてのバーとレストランでの禁煙をどの政党に対しても 交渉のための条件におき、最終的に現在の政権にある CDFDP、緑連立の連立協定は喫煙禁止が、すべてのバーと、レストランに拡大されるべきであると規定した。自由半座都市ハンブルクで政権にある CD、緑連立内の交渉はまだ進行中である。公共交通機関、病院、飛行場、公共と連邦の建物、国会も含み、 それらの場所で喫煙は禁止されている。2009年2月、デアシュピーゲルの報告では、バーでの喫煙禁止は当局による管理が、とても弱く、多くの場所で、その禁止は全く順法なされていないということである。ドイツ外支援は、ヨーロッパで最大の学校を基本とした、喫煙防止企画無縁学級競争の主要な支援者である。 元ドイツ大統領夫人ミルトレートシェールにより創設されたこの組織の目標は喫煙を非正規化する学級環境づくりである。その運動のためのドイツ語スローガンはスマートになろうスタートやめよう。無縁学級競争の着想は最初フィンランドで1989年に確立された。1997年、1998年の学校年度に 無縁学級競争は最初ヨーロッパの水準で実施された。世界中的にアルジェリア、カナダ、イスラエル、ロシア、チュニジア、アラブ首長国連邦がその事業に注目した。ドイツ外支援マネージングディレクターのゲルト・ネッテ・コーフェンの言うところによると2009年、2010年の学校年度にその競争は次の国々で実施された。 それは、ベルギー、ブルガリア、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スイス、イギリス。その統計によるとドイツは最も高い成功をした。ありがとうございます。